どうも、ワラマンです。ショーナイトプロジェクト、フィフティースフォースターガチャですか。今回のガチャは何ですか。音楽を奏でてなんか強くなるみたいな。僕はそうですね、狙い目はこいつかな。このアルチュールかな。剣士だし、なんか強そうだし、男だし。本当はクロスセイバーがなんとなく欲しいんだけど、今回のクロスセイバーなんかちょっと微妙そうなんで、いらないです。私のパートね。あとテレーゼも欲しい。なんとなく強いっぽいか、ちょっと調べたら強いっぽいからだ、スキルが。前進するわ。あとオレリアもね、オレリアも強い。いきましょうか。ピヨピヨ10連でいきます。白猫10連、当たるかな。怖いな。じゃあ行きます。お願いします。一発目、金が1、2、3、4、5、6。うわ、悪くない。6体悪くない。おお、しゃあ、こいつ大丈夫だよね、大丈夫だね。しゃあ、冒険の始まり。ああ、来た、このおばちゃん。初めてなんだ、このおばちゃん。ダメだよ。ああ、ゆい、来た。ああ、またこいつ、かわいい。はい、もう犬の顔はダメです。犬の顔はダメ。見せてみろ。あれ、こいつ持ってなかったっけ。何でも収穫してやら。収穫の人。はい、またこいつかよ。見せてみろ。またお前かよ。あー、またお前かよ。またお前かの連続だよ。あー、星4が2体。まあでもテレーゼ取れたから、狙いのテレーゼ。正直もう1体いくらいけるかなと思ったんだけど、まあ悪くないでしょう。とりあえずじゃあテレーゼ座ってみようかな。ちょっと見てみようか。はい、編成。これしてテレーゼ。私のパートね。はい、テレーゼ。遍歴のピアニストっていうんですか。このテクニカルタイプですね。情熱を乗せて。シャルロットと同じだ。はい、情熱のソナタ。パーティー全員に与えるダメージが中アップ。アクションスキルがポルフォニックサウンド。敵に水属性を与え一定時間シンフォニーパワーを得る。シンフォニーパワー、これがキーです。今回シンフォニーパワー、まだ思い出は1個もありません。まあ星4、新しいキャラ1体しか取れなかったけど、まあこいつ多分強いと思うから、こいつに合う武器を探して育てていきたいと思います。どうもファルコンギャラクティックシャイニングアナウンサーアタックでした。砕け散れ。はい、じゃあとりあえずテレーゼ1回使ってみます。ちょっとレベル上げた。はい、じゃあ行きます。スルーファイヤーアタックフラッシュ、ちょっとレベル上げました。ルー持ってる分だけレベル上げて50ちょいぐらい。武器はしょぼいけど。私に続きなさい。ちょっとサミツ級だからチートして。ウッドアローなんですよ、ウッドアロー。あんま強くないんで、武器が全然強くない。いきます。まずこれ、スタッフ。おお、音符がつきました。音符が、20秒ぐらいかな。スキルこれもいきます。ポンプサウンド、やべ、音を外しちゃった。というわけでテレーゼ
使ってみてました。スキルを見せるためだけにちょっとプレイしたから途中でざっくりやってすぐ死んじゃったけど、こんな感じのやつです。もうちょいレベル上げて使えるようになってからもっとこういった感じでって解説できたらなと思います。